What's up YouTube? どうも、総指名塾です。はい、ということで本日なんですが、去年からですね、リークがあったシュプリームとナイキのコラボのエアストリークスペクトラムプラスが先日月曜日にシュプリームの公式ホームページで発表されました。今回のコラボモデルに関してはですね、かなり賛否両論が分かれるモデルだとは思うんですが、本日はですね、この一足について紹介していきたいなと思います。今回ベースモデルに採用されたのは2003年頃に登場したエアストリークスペクトラムプラス。オーセンティックなスポーティーさを醸し出すメッシュとレザーのコンビネーションでアッパーを構築。そして車やバイクなどのカスタムでもよく使用されるフレームパターンを採用。インソールには両ブランドのロゴをプリントするとともに、アッパー同様フレームパターンをプリント。オリジナルではシューターンとヒールカウンターに戦の文字を配置しておりますが、今回のモデルではシューターンにはシュプリームのロゴ、ヒールカウンターにはスローガンのワールドフェイマスがワンポイントで配置されております。カラーはブラックグリーン、ホワイトレッドの2色での展開。これまでにもエアマックス98やエアフマラなどコアなモデルを展開してきましたが、今回も個性あふれるコラボとなっております。こちら日本国内では今週の6月16日発売予定、販売価格は 18,360 円となっております。去年の AW の時からリークがあったモデルなんですが、いよいよ発売されますね。冒頭でもお伝えしたと思うんですが、このモデルに関してはかなり賛否両論が分かれるんじゃないかなと思います。先日月曜日のウィークリーキックスインフォメーションでですね、アンケートを取ったんですが、大体6-4ぐらいでパスするという意見が多かったです。2004年頃に登場したモデルということなんですが、今現在ではほとんど出回ってない、かなりマイナーなモデルだそうです。もしかするとですね、現在のダットシューズの人気を意識してのモデルチョイスなのかもしれないです。で、今回のコラボモデルではないんですが、オリジナルのエアストリークスペクトラムプラスをスニーカーニュースの YouTube チャンネルで紹介していたので、それを見るとですね、なんとなくのイメージはつかみやすいかもしれません。その動画のリンクをですね、動画説明欄に貼っておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。海外ではですね、木曜日にリリースされるので、もしかすると海外のスニーカー YouTuber がですね、そのタイミングでレビュー動画をアップするかもしれないです。で、実際ですね、このモデルに関してはもともと全然知らなくて、今回のコラボで初めて知ったんですが、結構ガチなランニングシューズですよね。ただ前回のですね、エアフマラみたいに結構コアのモデルだけに人気はそこまで爆発するというわけではないので、狙ってる方はですね、オンラインでも比較的買いやすい一足なんじゃないかなと思います。で、ご覧いただいている皆様の中でもですね、リークのタイミングと今回公式発表があった後のタイミングであればですね、意見が変わった方も中にはいらっしゃると思いますので、この動画にもアンケートをつけておきますので、今現時点での感想をお願いいたします。で、この一足に対してですね、こうだっていう意見もですね、中には持っている方もいらっしゃると思いますので、そういった感想もですね、ぜひコメント欄の方に書き込んでいただければなと思います。で、僕自身なんですが、今回の公式の画像を見てもですね、やっぱりパスしようかなと思います。多分これに関しては多分本当に僕は履かないと思うので、今回僕がチェックしたリソースは全て動画説明欄にリンクを貼っておりますので、ぜひこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで本日はシュプリームとナイキのコラボエアストリークスペクトラムプラスについてでした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる右下の画像をクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。僕はですね、シュプリームとナイキのコラボであればですね、やっぱり前に出たあのダンクローですねが、やっぱり欲しいかなと思います。この一足に関してはですね、本当にどっかのタイミングであのプレネで買おうと思います。ただ決して安いものではないので、いつ買うかっていうのは約束はできないんですが、はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later! Baby!